大家好，我是尤カジ。今日のテーマは略語。日本人は言葉を省略するのが好きです。略語の中には正式名称はもう使われなくなった言葉もたくさんあります。今日はそんな略語をレベルごとに分けて、それぞれ何の略語かクイズ形式で紹介したいと思います。全部で10問あります。もし全部わかったら、あなたはもう日本人です。それでは紹介していきます。次の略語の正式名称は何でしょう？正解は簡単だったかな。次の略語の正式名称は何でしょう。正解は次は問題の形式をちょっと変えます。次の単語の略語は何でしょう？正解は漢字が多かったですね。次は難しいですよ。次の略語の正式名称は何でしょう？正解は難しいので解説を入れますね。まずドタキャン、土壇場とはもともと処刑場を意味する。そこから最後の場面や切羽詰まった状況を表すようになった。つまり土壇場キャンセルとはギリギリでキャンセルするという意味。例えば明日の夜食事に行きませんか？午後7時に駅前で会いましょう。筋肉先輩は食事の予定をドタキャンされた。次、断突。ここでの断然とはズバ抜けてという意味です。なので、断トツとは、ずば抜けて一番という意味です。例えば、今月の営業成績はどうだったの？断トツで岡子ちゃんが良かったよ。
次はガチ。これは相撲の世界で本気で戦う真剣勝負という意味のガチンコという言葉の略です。そこから本気、真剣、本当になどの意味で使われるようになりました。マジという言葉とほとんど同じですが、ガチの方が程度がより強い感じがしますね。最後に割り勘。これは会計を分けるという意味の名詞でよく使うので必ず覚えましょう。反対に他の人の分も払うときはおごるやごちそうすると言います。次の略語の正式名称は何でしょう？正解は知っていたらすごいです。これらは主に学生が使う略語なんですが、略しすぎですよね。チャットや SNS などでよく使いますね。マジは本当という意味のスラングですね。ゆの余裕は本来はゆとりがあるのような意味ですが、ここでは簡単や大丈夫の意味です。例えば、今日のテストはゆだった。昨日風邪で学校休んでいたけど大丈夫？ゆだよ。最後、レベチはレベルが違う。これは他との差が大きいという意味で、ダントツに近いですね。例えば、おかこちゃんの可愛さはレベチ。はい、今日は最近日本で使われている略語を紹介しました。皆さん、いくつわかりましたか？全部わかった人はいるのかな？レベル100以外の略語は学生以外もよく使うので、ぜひ覚えて使ってみてくださいね。それではまた次の動画で会いましょう。またね。